はい、どうも、ちかしです。今回もね、キャンプ生活やっていきたいと思います。名刺ワールドエリアキャンピングシェルター、強い、よろしくお願いします。はい、強いですね、ここは。まあね、リスポーンエリアからね、リスポーンまでが遠いんで、まあ、ビーコン強いし、でなんか平面だからキャンプ普通に強いしって感じのステージです。はい、こいつも狙っていきましょう。ナイスナイス。そう、バージがね、でかすぎて、この右奥の通路塞いじゃうんで、これがめっちゃ強いですね、多分。相手視点超だるそう。味方がナイスカバーというわけで、こいつもやってあげたい。オッケー。さあ、ちょっとね、親知らずがね、無双してて、すげえ痛いんですよ、歯が。なので、ちょっと抜きたいんですけど、まあ、ちょっと、都合が悪い、最近は。早く抜きてさあ、これ多分俺のこと無視して右来てるんで、雰囲気飛んで生えてあげましょう。こういう動きキャンプでできたらね、めっちゃ強いんで。はい、これは塗られるかな、大丈夫かな、塗られるね。さあ、右奥のやつをやっていきたいところではある。どっか行ったな、多分。あ、これ後ろ来てる。はい、もうこれビーコンがマジで強い。そう、ビーコン置いたらね、マジで、この下にいる敵とか丸見えになるから、こういう作敵一番刺さるかもな、スメッシュは。さあ、めっちゃ喋りづらい。親知らずマジで抜きたい。さあ、ここ、しっかりとエリアを塗っていく。さあ、さあ、さあ。左手前ちょっとだるそうやけど、こいつやろうか。あれ、まあ、酢飯ね、打開だけちょっとキャンプ微妙いんだけど、まあ、手前はね、ビーコンで見れるから、比較的事故らない気がします。はい、ナイス。で、吸引器で安全にエリアを塗りに行きましょう。手前のクリアリングとかね、めっちゃ使えるからね、吸引器は。はい。あ、ナイスバリア。いいね。これ実はエリアが濡れてないって感じなんで、ナイス。さあ、正面のやつも狙っていきたいところではあるけど、タージが左にそれました。さあ、お、ダイナもやって、こいつは、やばい、ちょ、見失った。最悪。さあ、右来てるよと伝えてあげたいところではありますけど、殺されてますね。右奥の方々を相手していきましょう。ダイナモはカニダイナモ。あ、ナイスカバー。お、これ買ったんじゃない。おお、ナイス。 GG、 ありがとうございました。はい、質問コーナー。まあね、これね、フェスの動画をね、投稿するとね、マジで毎回コメントされるんだけど、なんで〇〇派じゃないんですかみたいな、なんで〇〇派じゃないんですかみたいなコメント毎回されるんだけど、まあ、前は何て言われたか忘れたんだけど、なんか今回なんでホワイト派じゃないんですかみたいな、なんか俺があたかもホワイト派になるであろうと予想していた人がいたんですけど、ミルクですよ、僕は。はい、まあ、ホワイトチョコね、めっちゃ美味しいけどね、チョコなら何でもよくね派なんで、適当にミルクに投票しました。そういえば、うわ、これ肉角出るんだ、強いな。キャンプってちょっと上向いたら射程伸びるけど、たまになんかえぐい乱数引いて近くとかになったりするから、めっちゃいいよね。まあ、逆もしかりで、えぐい乱数引いてめっちゃ当たってる音してんのに、なんか20ダメージとかしか入ってないみたいな時もあります。癖が強い、偉いな、ポイセン。もうなんかね、ポイセン武器いるとね、マジで活躍できねえんだわ、このゲームは。ポイセンつけられてると、マジで何もできない、キャンプ。もうパージ流すだけの機会になってしまう。さあ、横から刺していきたいところではありますけども、右がやばそう。あ、あいつ割れそう。ナイス。さあ、右奥の方々がちょっ
っとめんどくさいな。こういう2枚編成さ、この3のキャンプになってからめっちゃだるい。貫通するからね。光栄、バレルめっちゃ貫通するし、なんか、エクストも爆風でかいし、早く治ってほしいんですけどね、バグは。バグ早く治れって思ってるんだけど、でも正直、多分なんか、もう治せなさそうではあるよね。ぶっちゃけ。だって、もう、発売してから5ヶ月目ぐらいなのに一向に治んないってことはもう治せないんだろうな。きっと悲しいけど、悲しい運命を背負っているこの武器は。うわ俺下手。でも治ってほしいよな。これで次のアップデートでマジ死ぬほど治ったらうわって思うけどな。さすがやなって思うけど、ちょっとツイッターでめっちゃイカ研究員のことを批判しまくってるから、キャンプは後回しにされてるかもしれない。俺のせいで俺が悪態ついてるから。当たんねえわこれ。さあこれはパージ、まあそうだな。まあでもね、結構まあ強い動きはできなくなっちゃったけどね。キャンプなんか意識すればバグらないようにできるんだけど、貫通とかで。でもやっぱ一番強い、あ、うまい。一番強い動きはね、パージスレスレの読み合いだから、それができないっていうのはちょっとなーって感じ。それができたらマジで、2のキャンプが3に来たらマジでめっちゃ強いと思うわ。やば。さあこれはノックアウトいけるんじゃない。ナイス、ジジイありがとうございました。もうやっときました、草屋温泉。あのね、まあ、ステージ2種類あるじゃないですか。まあ2種類あったらいいかなと思って、まあ酢飯だったんで、今草屋出るまでやるかと思ったら、なんかその後一生もう3年ぐらい酢飯が続いて、もうやっと3年後に草屋温泉来ました。もう楽しませてくれよこの試合は。さあでも相手の編成なかなかちょっと一匹えぐいおもちゃがいるからノックアウトしちゃいそうではあるな。こっち武器全部強いから、全部強いからノックアウトしちゃいそうではある。そうこいつね、こいつスペースシューターとかマジで存在感ないよ。もう、新武器全部、なんか、試合いてもいなくてもみたいな、場面多すぎて、マジで、最初の、調整、なんでこれで出そうと思ったのか、事件。ワイドローラーなんて4角から3角になったからね。弱すぎて。これ確定数が変わるって相当弱いからね、言っとくけど。で、52ガロンがさ、2角から1角になりましたとか、だから終わっちゃったんだけど。うっそ。というわけで、皆さんここまで見てくれてありがとうございました。いいねとね、リツイートと高評価と全部やってください。というわけで、終わります。じゃあ、バイバイ。